です。今回は初日に釧路湿原、2日目に景色を見ながら納沙布岬へ行ってきました。めっちゃ走ったので移動中の動画も混ぜながら紹介していきます。それにしても広いね、北海道って。羽田から釧路空港へ向かっております。国内最大の泥炭性草原湿地からなる国立公園なんですね。釧路湿原、総面積は 220.7 平方キロメートルにも及びます。国の天然記念物のタンチョウをはじめ、様々な動植物の貴重な生息地にもなっております。1987年には湿原周辺を含んだほぼ全域が国立公園に指定されました。国内では他に類を見ない北海道らしい景観を維持できるようです。国立公園内にはいくつもの展望台があるので、雄大な景色を眺めることができます。飛ばせるところでドローンを飛ばして撮影もしてますので、お楽しみください。釧路湿原には約700種類の植物と約1300種の生き物が生息しております。代表的な生き物は天然記念物のタンチョウ。一時は絶滅の危機にあったタンチョウは保護活動により現在は数千羽まで回復しています。通常は敷地の奥地にいるためほとんど見かけることはないようなんですけど、餌が少なくなる冬は湿原の西側にある餌場に集まってきているようです。そのため冬はかなりの確率でタンチョウを見ることができるようですよ。他にも鳥類ではオジロワシ、哺乳類ではエゾシカ、キタキツネ、両生類では氷河期の生き残りとも言われる貴重なキタサンショウウオなどが生息しています。湿地帯ってどんな感じなの?とか思いますよね。湿原の大部分は低層湿原と呼ばれる水気の多い場所なんです。ヨシ、スゲの植物が一面に広がっています。一方で高層湿原は増水した時のみ水が流れ込むやや盛り上がった場所のことで、ハンノキの森が見られることもあります。湿原内には釧路川が蛇行して流れて豊かな水を供給してくれるんですね。観光シーズンは4月下旬から9月にかけてみたいですね。草花の青々とした景色が眺められる6月から7月がベストのようです。ちょうどだから今ちょうどこの時期がいいみたいです。植物観察も楽しみの一つですね。11月から3月の冬は最低気温が氷点下になる日も多いんです。積雪もあるので散策にはあまり向かないみたいです。しかし餌場に集まるタンチョウの姿が見られるのは1月から3月なんですね。北海道の冬寒そうですね。釧路湿原には展望台や遊歩道があります。釧路市湿原展望台を拠点とした1周約 2.5 キロの所要時間1時間の遊歩道があります。動画の初めの方に出てきたあの木でできた歩道ですね。もともと釧路川は釧路市街を通って釧路港の海に注いでる川でした。
そのため、ひとたび洪水が起きると、釧路市街は大きな被害を受けてしまったんですね。港湾は川によってもたらされる土砂に悩まされることになってました。それをきっかけにして、翌年から、阿寒川の付け替えや、新釧路川の大規模な河川改修が行われました。1931年に新たに本流となった新釧路川と旧流路との分岐点には、岩穂水門が設けられました。岩穂水門は、北海道釧路町において、釧路川を仕切る水門です。人工河川である新釧路川と旧流路である釧路川の分岐点にあります。さっき空撮してる時に水門がありましたよね。それが岩穂水門になります。今回の宿泊は釧路プリンスホテルです。釧路港は夕日でも有名みたいですが、今回はせっかくなので釧路湿原で夕日を見てました。これがホテルの感じですね。ですけども、2日目は海沿いを通っていろいろ景色を見ていこうと思ってます。根室半島を通って先端にある野里岬を目指していこうと思ってます。もうとにかく車でよく走ったので、せっかくこれだけ走ったんだから車で移動している映像も含めてご覧ください。本当によく走りました。展望広場です。釧路市の東部に位置する釧路町にあります。美味しい牡蠣の産地として知られています。関根っぷとはアイヌ語で
樹皮の少ない山、石落ちるところを意味するそうです。あまり混み合わない道路なので、開放感のある気持ちの良い景色を眺められてドライブが楽しくなるものですよ。訪れる人も少ないので観光の穴場と言えるでしょう。入場料とかもないし、駐車場も無料です。冬の間は閉鎖されてるみたいです。本当に虫が多かったです。綾部ヶ原に到着しました。毎年6月中旬から7月上旬にかけて100ヘクタールの原生花園に咲く日扇綾部の大パノラマはとても幻想的なんですね。というかあまり咲いてませんでした。綾部ヶ原の先端までは約600メートルあります。東側の展望台からは浜中町へ続く断崖絶壁、西側の展望台からは太平洋に浮かぶ小島、大黒島や末広海岸を見ることができます。先端の方には、ね、馬がいるなんていうのも聞きましたけど、琵琶瀬展望台に向かってます。琵琶瀬川が蛇行する大パノラマや、南には太平洋大海原が続く360度の視界が広がる絶景スポットです。展望台付近には食事どころやお土産売り場もあります。この時期は霧が出ることでも有名ですね。この日も霧が結構出てましたけど、まあ空撮する分にはなんか雰囲気があって良かったですけど、少し時間がずれるだけでもう曇り空みたいに雰囲気が全然変わったりする、目まぐるしく変化するところですね。天候がうまく霧を幻想的に表現できればと思って頑張って撮影しました。6月から8月は霧に包まれちゃうこともあるんですけど、9月に入ると晴れる確率が高くなるみたいですね。
落ち石岬と外浜です。外浜はこの海岸線ね、なんか車が走れるようで、車が走ってたりしましたけど、まあそういうところなんでしょうね。ずーっと果てしなく続くような砂浜です。まあ海を正面に右側に飛ばすと、そういう外浜の長い砂浜なんですけど、その反対側はね、落ち石岬の断崖絶壁なんですね。そんな景色が広がります。なんかここの写真を見ると普通に鹿が並んで歩いてるような、そんな映像があったんですけど、鹿がいるんですね、ここも。実はね、これ撮影、車運転してる時にたまたまカメラ回してなかったんですけど、鹿がやっぱ親子で出てきたんですね。これは標識で鹿に注意なんてよく書いてあるんですけど、まあ出てくることはないだろうなと思ったんですけど、本当に出てきたんですよ。びっくりしてブレーキ踏みましたけど、本当危なかったですね。あれ、引いちゃったら車は大破するでしょうし、鹿も怪我してしまうんじゃないかっていうふうにちょっと思いましたね。ちょっと気をつけたいですね、本当に。根室半島の先端のノサップ岬を目指して、まずは根室に向かってます。岬に向かうっていうのは来た道をそのまま戻るしかないので、ちょっとしんどいですよね。まあせっかくなので頑張っていきましょう。とりあえず帰りの飛行機は釧路空港を8時、まあそんな予定なので余裕かなと思うんですけど、これ8時の飛行機ってことはレンタカーを6時に返すぐらいの気持ちでいないとちょっときついですよね。最初の予定ではね、野付半島まで行こうとかちょっとのんきに考えてたんですけど、ちょっと北海道の広さを舐めてましたね。途中でスタンドでガソリン入れたんですけど、スタンドの兄ちゃんにね、野付半島まで行っちゃうと戻ってこれないですよって言われました、ね、これやっぱ確かにノサップ岬でちょっとやばいんじゃないかって感じてるぐらいなんで、まあ、かなり早いタイミングにこれは野付半島なんて言ってる場合じゃないっていうことに気づきました。冬に行ったんですよ、野付半島に。その時はね、湾みたいになってるじゃないですか。その内側の海が凍ってて、陸なんだか氷なんだかよくわかんない状態で、で、たまたま鹿の軍団がいたんですよ。鹿がいっぱいなんで、オスとメスに分かれて大群がいてですね、それを撮影して、まあそんな、野付半島の話はしないで、鹿の話ばっかりしたっていう、ちょっとそれが心残りだったんですね。なので、こういういい時期に野付半島行きたかったんですけど、それちょっとまた別の機会にっていうことになりました。とりあえず今、ノサップ岬に向かって車を走らせてますね。本当に長かったこれは。
ノサップ岬は日本の実効支配地の中で一般の人が訪れることのできる最東端となります。初日の出を見に来る人も多いみたいですね。地名の由来はアイヌ語のノッサム、本来は岬にあった集落の名前です。根室市に属して海の向こうには現在ロシアの占領実効支配が続いている歯舞群島、さらには国後島を望むことができます。歯舞群島貝殻島までは 3.7 キロ、水晶島までは7キロしか離れておらず、肉眼でも見ることができるんですね。またロシアの巡視船が海上に頻繁に姿を現すようです。ノサップ岬灯台のほか4島の架け橋、北方館、望郷の家、望郷の塔といったいわゆる北方領土関連の施設が多く設けられています。夏季は多くの観光客が訪れます。結構いましたね。8月の平均気温は 16.5 度と全国で一番低いみたいです。月平均最高気温は20.2 度と日本一の低さではないが、北海道でも夏が寒冷な地域の一つとなっています。ご視聴ありがとうございました。ここで釧路湿原根室半島ノサップ岬の動画は終わりとなります。実は次の週にも帯広から富良野、美瑛、阿寒湖や御根島なども見に行ってました。あ、実際ね、2日目に行こうとしてた、阿寒湖と御根島は行ってないんです。で、天気があまりにも悪かったんで、2日目はもう始発の飛行機で帰っちゃったんですね。レンタカーも返しちゃって。で、北海道も知事も言ってたんですけど、本当この時期ね、北海道がこんなに天気があまりスッキリしないのも珍しいなんて言ってました。まあ、こんな時もあるんですね。まあ、梅雨が明けてから関東の方もなんか梅雨っぽい日がむしろね、続いてるなぁなんていう感じがしてたのを、まあ、仕事の人たちとも話してました。ここから、時間があれば、これ没映像を、流してるんですけど、まあ、鉛色の空。で、金山湖のラベンダー園。美瑛の親子の木、セブンスターの木。あまりにも映像が暗いので、まあ、冬のね、同じ親子の木とかセブンスターの木が映像があったので、それもちょっと繋いだりしてみました。一応、もうこれ晴れてればよかったのかなーなんて思うような花畑の映像もあります。北海道はね、JAL だとね、北海道ちょっと弱いなって感じてるんですよね。羽田から行ける空港が、千歳、旭川、帯広、釧路、女満別、それぐらいだったかな。だからね、稚内の方とか行ってみたいななんて思ってるんですけど、相当気合い入れないとっていう感じなんですよね。あそこはどうなんだろう、旭川から行くのが一番近いんですかね。でも300キロ以上確かありますよね、旭川からだと。まあそんな感じでマイルを使ったり、まあたまに普段乗らない航空会社にも乗ってね、まあ全日空とか乗れば
もうちょっと近くに行けるんでしょうね、稚内とか。まあそういうのも使いながら、まあ景色の紹介、これからもしていきたいと思ってます。そうそう、これ本当に関係ない話なんですけど、クアラが喋ってるじゃないですか。普段ね、はい、クアラでーすなんて喋ってるんですけど、一応ね、雑種のニャンっていう猫と、シャム猫のロビンちゃんってメス猫と、あとベンガルのレオンくんっていうと一緒に、まあ、仲間がいるんです。で、一緒に住んでます。で、クアラはね、いつもね、まあちょっと悪いこと、ちょっとじゃれ方が激しかったりとか、いろいろと、まああと、まあちょっとみんなをいじめちゃうじゃないんですけど、あんまりイメージが良くないんで、あと、普段暇そうだっていうことで、まあ、ナレーション、言葉を知るからナレーションでもやってみたらって言われて、こうやって喋るようになりました。まあ、そんな感じでね、今後とも頑張りますので、よろしくお願いいたします。高評価、登録もしていただけたら、励みになります。それでは、
思ったら、いいねボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくね。動画の感想や意見がありましたら、コメント欄によろしくお願いします。今後に役立てたいと思います。それでは。